おはようございます。ちょっとね、今日天気が良すぎて、これもう運動会日和なぐらいなんですけど、そんな中今日もこちらビーム刈谷店様でエブリバディスクールの収録編なの来たー。酒は飲め飲め飲むなら、ならば、私にかかってる。どこから盗んできたんですか、これ。どこから持ってきちゃったの。盗んできたんじゃない。取ってきたしかないじゃないですか。今日はゲスト来店、うん、皆さんこんにちは。エブバディスクール、今日は何回目だ。13。おニャルルさん。はい、まぶしいです。ニャルルさん、はい、回を重ねるごとに、はい、だいぶ可愛くなってきたね。一つ聞きたいけどさ、はい、絶対これ男子みんな思ってると思うけど、はい、これ見られたいんでしょ。せめて見せたくてどんどん短いんでしょ。でも見ると見ないでなの、どっちなの。見てほしいの、見られたくない。あのイケメンには見てほしい。はぁ、なんだそれ。いわ、まあ、やや言うとりますけれども、はい、もう本当にね、今日何日だっけ、10月の18日か、はい、この収録日がね、はい、実はね、愛知県ではなんかすごいお祭りの日ということで、うん、もうね、県内挙げて皆さんすごい今お祭りモードらしいんですけど、うん、我々のこのエブバディスクールも負けちゃいませんよ。ここビーム刈谷店さんでね、はい、もう本当にね、お祭り気分でわっしょいわっしょい盛り上げていきたいなと思っておるんですけれども、うん、はい、まずは恒例のいきますよ、カメラさん、エブリーのファッションチェック。ちょっとこれ旗持ってってこれ。意外と重たい。はいはい、いいねいいねいいね。さあそれでは、はい、ファッションポイント、ドク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 、今回108エブリー、やったー。いい、今日は108ポイント。じゃあね、もう今日は本当にね、お祭りさ。違うです、でも何、今日はすごいアピールポイントがあるんで、いいですか、ちょっとついてきてください。すごいんですよ、見てくださいこれ。いや俺これ実はもうね、ニャルルが言う前から知ってたんだけど、知ってたんだけど、うん、知ったのが前日の夜です。まあでもね、さっきも言いましたけど、はい、じゃあもう愛知県はもう本当にね、県内各所でお祭りがあってますから、はい、ここビーム刈谷店でもシーサさんとね、私たちの番組と一緒に、うん、もうわっしょいわっしょい楽しんでいこう、はい、ということで今日は、ね、もうどんな展開になるか分かりませんけども、元気よく行ってみたいと思います。エンパティスクール13回目スタートです。決めなくても、あ、なんか2つカメラが回っちゃって、すごい、ちょっとほらカメラさん見て、こんなのないからね、こんな2つカメラが回っちゃって、ちょっとこのまだ距離感が微妙な距離感ですけど、ちょっとあんま近くないから、何、私がこう繋げればいい。私がこう周波数かぶってませんけど大丈夫ですか。いや、おはようございます。俺まさかね、まさかシーサさんとこの名古屋で、びっくりですよね。そうですよ、だって僕福岡でね、そうですよ、まさかエブリさんと、やっぱこれご縁ですよ、もうびっくりですよ。ね、すいません、なんかよろしくお願いします。とんでもないです、もう僕もあのシーサさんの横空いてたら横座っちゃおうかな。どっちの可能かわからないよね。そうですよね。まあでも今日はもう本当にあのまさかのこの2番組が ね同じ日に同じホールさんでということで、じゃあシーサさんの街道人気もね、同時収録よろしくお願いします。ありがとうございます。すいません。もうあんま回さないとギャラ発生するから、ギャラ高いんだからね。はいはい。すいません。もうありがとうございます。よろしくお願いします。お二人とも頑張ってください。ありがとうございます。さあ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 、いざ入場でございます。おはようございます。何が気になるって、審査さんが何打つかが気になるの。そこから。
しもうこれしかないよ、だって俺これしかないもんだって。過去1回目、2回目もうほんとこのハーディスと凱旋はねすごいことになってる。今日も、いや今日は俺もすごいことを起こしたいと思う。さあもう本当にね、今日はね、まずね、楽しみさんの番組と同時に収録をさせていただけるというね、まあ、こんな機会はもうね本当にありませんからね。シンサさんの番組の収録を楽しませていただきたいなと。今俺メダル貸し出しのボタンを押そうとして全然集中してませんでしたけど、来ちゃいましたよ。98年目で、あーチャンスですか。うわー、いやまだ分かんない、まだ分かんないよ。お時間なんですが、はい、もう今回で、このビーム刈谷店さんにお邪魔するのはもう3回目ということで、当たり前にやっても面白くないということで、はい、急遽私学長がクイズ形式にして、はい、にゃるるにその答えを探してもらいながら、はい、店内アピールにつなげてもらいたいということで、はい、どうなるか分かりませんけど、とりあえずやってみたいと思います、はい。
さあここ、ビームカリア店さんがあるのは愛知県。愛知県といえばもうスロットでね、大人気なのが沖ああドキですが、うん、今こちらのカリアさんね、沖ドキ何台あると思いますか？沖ドキの30が21台。詳しい。21台あるんですが、がその21台のうち、かなちゃんパネルは何台？あ、そういうことですね。はい、よーい、スタート。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 調べてきました。ズバリ、かなちゃんパネル何台？はい、10台。10台なんですが、いや俺ここまでは知ってると思ってたから。あ、本当の問題はこの次なんです。すごく盛り上がってたでしょ。盛り上がっていた。盛り上がってました。さあこの盛り上がってますオキドキコーナー、もうすでに別積みの台も何台かありましたが、はい、ビッグ2桁当たり回数ついてるのは何台？問題スタート。行ってきます。よいスタート。大正解、8台です。じゃあ今日、はい、なんとこのエヴァディスクールと同日開催のシーサさんの街道日記収録されてたんですけども、はい、シーサさんが打ってた機種、シティハンターなんですが、はい、そのシティハンターを選んだ理由はズバリダッシュ。あ、聞いてきます。帰っちゃう。レトロコーナーでシーハンターを多分撃たれてたんですが、はい、なぜその台を撃っていたかを調査してこいと。今選んだのはビームカリア店さんが最近バラエティを新設されて、はい、で昔からある台じゃなくて新設されたコーナーに新たに入ったちょっと懐かしい台だったので、まあ、最近新台機も出てきた中で、はい、A プラス AT 機っていうのも珍しくなってきたので、はい、久しぶりに面白いかなと。あ、そういうことだったんですね。本当にありがとうございました。ちゃんと聞いてきました。まあ、最近バラエティコーナーレトロコーナーが新設されたのは知ってましたか？レトロゾーンにが新設された中に新たに入った、でもレトロ感のある、うん、シティハンターが。もう本当にね、この、パチンコパチスロ実践動画の中では知らない人がいないぐらい、ガチの台選び、ガチの立ち回りが身上のシーサさんがあえて選んだそのレトロコーナーっていうのは、まあ、そういうことなんですよ、うん、ね、新台、新機種、人気機種たくさんありますけども、その中でもやっぱりね、新設されてまだ間もないそのレトロコーナーにもやっぱりね、やる気とチャンスがあるということですね、これね。さあ、最後の問題となりました。さらにここビームカリア店さんの情報をリアルタイムで知りたいと、はいはい、いう方に、はい、とっておきの情報です。それは何で知ることができるんでしょうか？ズバリどうぞ。 LINE サービス。ピンポン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 。 LINE でね、お友達申請をすると、はい、ここのビームカリア店さんのもうリアルタイムがもう次から次にどんどん配信されてきますので、はい、そこをチェックしていただくのはもちろんなんですが、はい、
すごいね、俺ねこのお友達申請をして、うわービーム刈谷店さんはそこまで気を使ってらっしゃるんだというメッセージが含まれていました。通知機能をオンにしてると、あピンコンピンコンピンコンってよくこうね、そうですね、ねえここですよ、やっぱりお客様に対する心遣い。だから見たい時にそのね LINE でどんどん送られてくる新しい情報を見ていただければ、でそれでおこういう機種が入ったんだ、あなんか誰々が来店するんだっていうのを見て、ねそれで気になった方はぜひ遊びに来てくださいと。素晴らしくない？すごいですねこれね。いや今後ねあの皆さんの、ね、ご反響いただければまたこのコーナーね、はい、他でもやるかもしれませんのでね。結局3発止まりか、行きたいだけ思ってあーねえわ。まだまだ、まだまだだよ。どこまで引っ張るんだ。まずいぞ、まずいぞ。ここか。先読み、読まない。わー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 、すごいな。ここで決めて。よっしょー、まずまずそりゃそうだよな、何もしてなかったもんね。やれそうな気がします。よし行こう、行きましょう。
ちゃ鏡来い。さあここからはもうこの番組恒例となっております、はい、秘密の小部屋のお時間でございます、はい、よろしくお願いします。じゃあここからやるとはい、中島すみさんにいろいろとよろしくお願いします。はい、思い切りましたね思い切りました思い切りましたね。実際今日どうですか、いつもと。そうですね、今までにないことなのでやっぱり多数のお客様が結構来られてたり、うん、いやもう話題のね新機種がどんどん導入されて、うん、まあ発祥でいうところのルカ、はい、あとまあパチンコのマロー、相変わらずやっぱりミムさんの稼働がいいですね、うん、まあまあ今このね、収録の10月もすごく盛り上がってるんですけども、はい、これが配信される11月もまだまだ楽しみがあるんですよね。そうですね、11月は話題の最新台を多数取り上げますので、ぜひご来店お待ちしております。そうですね、もう11月になると年末も近づいてきますのでね、はい、やっぱり皆さん気になるのは新機種どんなのが入るのかなとか、状況どうなのかなと、まあ、もちろんホームページでも確認することできるんですけど、 LINE 始められましたよね。 LINE 始めますね、ちょっと最近 PR 知りましょう LINE 始めてます。そのまんまですあれなんかやんやんとか言ってあれは更新 の, あの頻度ってどれぐらい、1日どれぐらい更新されるんですか、更新とか配信は。 LINE の方はそうですね、大事な日。これすごいいい情報ですよ。いやでもこれはいいですね、はい、うん、まさに、ね、ビームカレンテンさんの LINE でお友達申請して、うん、その LINE の情報が来るのを首を長くして待って来た時にはイエスみたいな、それも楽しみでしたね、はい、まだまだね、お話尽きないんですけども、はい、本当にあっという間に時間が来ちゃいました、はい、なんか大事な話聞けたくないというのもね、大事です、十分です、これ、はい、もうね、この後の情報はもう、ね、はい、ホームページそして LINE から、はい、LINE からね、ゲットしていただきたいと思います、はい、中島さんありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ということで今回はなんと、はい、あのシーサーさんの街道日記と同時収録ということで、はい、もうね、すごいですよ、すごいです、この店内もう早速新店のルバも、すごい、重要なところに、重要なところに、すいません、私が叩くのやばい、今日は機械弱い日かな、やばい、一発で当てました。このお客さんの笑顔が最高、最高です。いやいやいや、最高ですね、もう本当にね、出玉はもちろんですけど、お客さんの笑顔がいっぱい溢れてるんで、はい、もうどんどん行っちゃいましょう。今日、東京からエブリバディスクールのために埼玉から来てくれたんですよ。お前、埼玉から俺、東京でも会ったことあるよ。おい、わざわざ、うん、珍しいですけど、ニャルルタにポイントあげてもらってもいいですか。やったーめっちゃ、本当にえポイントあげてもらっていいですかって私に。じゃあ、せっかく5時間来てくれたから、ごエブリ。わー、ありがとうございますやったー、ありがとう、ね、でもその分いっぱい出して楽しんで帰んなきゃダメだ、頑張ってください。いやー、今日は本当にね、この10月18日、はい、まあ、愛知県ではね、お祭りが行われてますけども、はい、ここビーム刈谷さんもすごいことになってるね。はい、私たちビーム刈谷店は話題の最近人気機種、お客様からリクエストをいただいた機種と多数揃えての営業となっております。ぜひ一度遊びに来てください。皆様のお越しお待ちしてます。
本日の収録ホールはビーム刈谷店、県道50号線沿いに立地しており、お車でのご来店が便利です。知多半島道路東浦知多インターより刈谷市内方面へ、港町交差点より南へ2キロ、伊勢湾岸自動車道豊明インターより自流バイパス方面へ、鬼怒浦豊田道路新林インターから国道419号線へ、パチンココーナー4円パチンコ264台、1円パチンコ132台、スロットコーナー20円スロット295台、5円スロット44台、総台数735台でお出迎えいたします。最新機種はもちろん、バラエティコーナーも充実で、幅広いお客様に遊びやすい機種ラインナップとなっております。九州を中心に愛知、東京に10店舗展開中のビームグループ、愛知で唯一のビーム刈谷店、お客様にはご満足いただける接客でお出迎えいたします。多数様のご来店心よりお待ちいたしております。いやでもそれにしてもね、はい、今回13回目のエヴァディスクール、はい、そしてこちらのビーム刈谷店さんでは3度目ということでね、どうなることかちょっと不安でもありましたけども、はい、ニャルルがねすごく、まあ、今までで一番頑張ってくれたんじゃないかな、はい、ここまで、ファッションチェックから何からかんから全部含めまして273エブリを獲得してました、はい、うん、すごい、ね、残念ながら、俺トータルが1350枚投資の回収が1229枚、イニニク、まあ、数字はいい、マイナスちょい、ちょいマイナー、ただこの微妙なマイナスになったのは、俺があの視聴者さんたちと写真撮ってる間に勝手に60ゲームぐらい回してたでしょ、 GG を。いやいや、あれで全然気なの引けてなかったじゃん。なので、残念ながらちょっとね、収支が足りなかったのでマイナス10エブリーで、263エブリー、まあまあまあトータル含めて、まあね、今日はすごく盛り上げてくれたんで、どうしようかな、切りよく25エブリー入れておきましょうということでね、今日も本当にみんなでわっしょいわっしょい、盛り上がってきましたこのエヴァディスクール、はい、ちょっと、はい、来て来て、はい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 、カメラに向かってね、はい、ビームさんのいいところ一言ずつ、はい、どうぞ。今日、まあ、お祭り状態、お祭り状態、うん、盛り上げ上手、おー、いさ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 い、今日すごいですもんね、素晴らしい。まあでもね、この収録以外にもね、ぜひ皆さんこうやってね、あの一緒に楽しんでいただきたいなと思いますんでね、まあもうビーム刈谷店さんね、こうやってもうみんな楽しんでますからね、ぜひ実際に足を運んでいただきたいと思います。じゃあみんなあのカメラに向かって、遊びに来てねーかなんかで締めましょうか、はい、はい、ということでね、今回エヴァリディスクールみんなで盛り上がりました、13話でした。皆さんもぜひ遊びに来てくださいね、お待ちしてます。